なんか最近ね、V4に入れられる人が出てきてすげえびっくりしてんだけど、びっくりだよね。なんでニデラなんだろういい意味で。これ何のあれでもないんですけど、なぜニデラを選んでくれたのかが。あ、ゆうさんね。あ、いや、見た見た、さすがに、さすがに見た。でさ、いや俺もまあ最初やってんだと思って、まあ特に反応とかしなかったんだけどさ、なんかスレイクの曲やたら選んでて、ん？これはさすがに、いや分かってるなこの人みたいな、あ、センスあるなみたいな。ニデラやる上にスレイクはさすがにね、ちょっと、さすがにもうすごい、もう素養しかない。もう回転取れます。ゆうさん、取れます、あなたは。もう回転なんか瞬殺で取れます。本気でやれば多分もう、1年でもう回転取れる素養がある。あんだけ楽曲数がある中でね、スレイクの曲選ぶのはね、もうさすがに素養がありますよ。認めますよ、この私が。なんなら回転は通過点でやってほしい。カオス級行きましょう。あのね、もう音楽だの、カオス級だの、もう、わかった。もう、頼むからそういうコメントをね、V スポのこの配信に書かないであげてください。お願いです。僕からの唯一のお願い、それだけだから。もう俺の配信には、カオス級とかね、音楽とか書いちゃっていいから。ね。ゆみゆきさんに書くの、そういうコメント書くのやめてあげて。マジで。面白いから、お前のコメント。俺、面白いコメントだから、俺の配信でだけ書いてくれ。